ということで、成田に着きました。予定より15分早くて、8時ちょい過ぎに着きました。私は全部寝てたので、機内に記憶が一切ありませんが。じゃあちょっと荷物を受け取って、次に向けて頑張ります。はい、ということで、プレミアムクラスの空きがあるので、ちょっと成田のチケット購入のところで確認をお願いしておりますが、ここで果たしてアップグレードできるんでしょうか。できればこれをお願いして、ダメなら金代に行ってしようと思いますが、はい、結局やっぱり成田ではアップグレードはできませんでした。なのでやっぱり、出発空港からしか当日アップグレードはできないので、羽田に行ってちょっとやってみようと思います。今現在は空きが2あるので、このままなら大丈夫ですけど、まあ今から1時間半がかかってどうなるかちょっとわからないですが、はい、とりあえず行きます。初めて京成スカイライナーアクセス特急かなに乗って羽田に向かいます。お値段はこっちの方が安くて、リムジンバスが3,000円に対してこっち2,000円いかないぐらいで行けるはずなので、お値段重視の人はこちらを使ってみてもいいんじゃないかなと思います。ただ道が空いてるとやっぱり、リムジンバスの方が早いはずなので、乗り継ぎの、沖縄行きの時間によってどっちにするのか考えた方がいいかなと思います。1時間半ぐらいかな、ちょっとこのままのんびりして羽田空港に向かいます。はい、ということで羽田でチェックインしました。残念ながら、プレミアムクラスは予約が、予約で満席で、当日何個か空きあったんですけど結局取れずということで、こんなので、沖縄に向かいます。でラウンジに入れないので、クレジットカードのラウンジに今日はね、ちょっとまだ時間今12時であと2時間ぐらいあるので、ちょっとまったりして動画でも作ろうかなと思います。それではカードラウンジに移動します。はい、ということで那覇に着きました。16時半ぐらいかな、ちょっと20分ぐらい遅れましたけどね。すぐ飛行機17時でまた羽田に戻る感じです。ただ次はプレミアムクラスなので、ね、だいぶ楽かと思います。
はい、それではちょっとラウンジでね20分ぐらいゆっくりしたので飛行機に乗って東京に戻ります。帰りはプレミアムクラスなので楽だと思いますが、修学旅行生の団体がすごい寝ちゃいる。ということで羽田に帰ってまいりました。時間が7時半ぐらいかな、今もう8時前か。結構疲れました。だいぶ乗りました。1年半ぶりにやったら、1年半ぶりじゃないか、1年ぶりぐらいにやったら疲れました。結構乗った。じゃあおっちゃん帰ります。